ワイシャツでございまーす。はい。ということで、本日はですね、今までやってるペヤングシリーズあるじゃないですか。あれのね、極激からあるんですよ。まあ、こちらなんですけども、これをですね、私が経営するね、バーがあるんですけども、そちらのお客様に、このね、極激から、ファイナルを食べていただいたんですよ。ね、そちらの模様を、ちょっと見ていただこうかなと思います。まあ、私はね、いつもね、むせてるの、あれじゃないですか。いや、ほんまにそうなりますよっていうところを見ていただくかなと思います。私だけだったらね、まあ言ったらやらせみたいに思われてもあれなんで、今回は私のね、バーの、お客様をターゲットにして動画をね、作成させていただこうと思います。で、今回食べるのは極激辛のファイナルでございます。だから私が食べてるやつの倍。辛いやつになるんでね。まぁ、ちょっと面白いと思いますので。まぁ、中年男性二人が食べてる映像ですけどもね。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、行ってみましょう。いってらっしゃい。行ってきまーす。けて。せーの。俺全然関係ないよ。何これ、鼻出た。この前辛いのこれ。の匂いが辛いもん。違う、これまた何か違う。最後まで食べましょうね。半分ずつよかったでしょ。痛い痛い痛い。すっそっち。痛い痛い。めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。あかんってあかんってあかんって。もういつか死者出る。死者出る。あー、これ赤いやつ、赤いやつ、赤いやつ、赤いやつは赤いやつや。これ赤いやつや。めっちゃしゃっくり出てる。あ、これ一気に。しゃっくり出てんねんけどな。だって極激からの辛さ2倍って書いてる。あ、な。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方は十分ご注意ください。逆にそれはなんか食べて全部食べたらなんかある。だってもうなんか匂いこっちまで払いたいから。ただで食べれたっていう話。あ、ただで何も言われへん、ただで残したら有料。何も考えず、一気に。そう、残したら有料。ちょ、大丈夫。むせてますやん、むせてますやん。鼻が出た。明日はお腹痛くなる。これ、すすったらダメです。噛む。すすったらあかんね。あ、でもいけそう。これ何のトレーナーですか。お、スーパーでいけるやん。すごい。すごい。あら。涙出てね。ほんまや、汗やばい。無理したあかんで。無理したもう仕事トイレと友達。あの、じやから。過激な。お、ヒロス最後で。お。そう、俺無理やわ。入ったー、完食。これ、この前よりもすっげー辛い。汗涙。残したら罰金、残したら罰金。ゆっくり食べさせてもらって。オッケー。いいや、すぐるちゃん、いいや。おいしい。あ、あかんかった。大丈夫か、わからない。大丈夫。あかんか。辛い。ヒロスさん、苦しんでる。あ、甘いの食べた方がいいって。ちょ、マジですやん。ちょ、待って、マジやん。絶対この前の方が良かった、これ。この前の方が良かった。うん、普通に食べれたもん。見てる。いや、逆にあいちゃんいけんの。あいちゃんいけんの。いけるわ。あ、マジで。あ、あの、生言ってすいませんでした。いけるよ。生言ってすいませんでした。食べる、食べる、食べる。赤いやん、みんな言ってるやん。みんな言ってますやん。もうすぐなくなります。大汗出てる。大汗。この子見てくださいよ、これ。いや、大汗出てますよね。やばいって。
ひなちゃん全然汗かかへんねん。毛穴ないんちゃうか。え、すぐ、そのぐらい鼻水と涙が。ここはすぐとはそういうのバーデーじゃないの、まあ、青いや、一番なんか、あ、ちゃうんや。青のに自分できへんくせに青のあいつ。おい。おいか。貴様。食べてへんよ。鼻水できた。完食すごい。イエーイ。味の感想は、味の感想は、食べちゃダメ、食べちゃダメ、味分からへん、味分からへん、こんなんもあの皆さん